まさめさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日これから、ゴルフ場で、はい、ゴルフ行かせていただいているわけなんですけれども、はい、先日、レッスン動画の方ですね、何から始めたらいいかとかを、撮影させていただいたと思うんですが、あともう一つ、質問が来ておりまして、で、それが、実際にラウンドをする時の、教科書に載ってないような、まあ、好感度の上がる、マナー、とか、まあ、ゴルフは紳士のスポーツと言われておりますので、まあ、いろいろな、こう、わびさびな部分があると思うんですけれども、そういったところをですね、ぜひ、知りたいというところでございましたので、了解です。はい。まあまあ、ちょっと浅間山が素晴らしいですね。はいはい。見てください、これ。あらー。ねー。綺麗ですね、まず今日。本当この柵はね、天気、晴天率がね、日本で3本の指に入るのかな。北浅間山、西は八ヶ岳がね、屏風のように雲をブロックしてくれてね、はい、もう本当晴れてますよ。へえ。でね、東京が大雪だったっていうね、ニュース見ましたけど、こっちは全然 OK でしょ。はい、本当にもう素晴らしいところです。あ、雪もそんな降らないんですね。雪ほとんど降らないですね。へえ。ありがたい。そうですか。はい、ということで、さすがにこっちはね、もう氷点下、今、もう氷点下7度なんで、群馬県のね、富岡ゴルフクラブに向かってるんですけれども、はい、今のね、お話であった、まあ、ゴルフっていうのは、唯一審判のいないスポーツという、まあ、そういうところからいいじゃないですか。すべて自己申告によって成り立つみたいなね。紳士ですね。もちろんルールもあります。例えば手で持って投げちゃいけないとかね、足で蹴っ飛ばしちゃいけないとか、ルールもあるんですけれども、基本的には、本当にこのね、マナーで成り立つ、スポーツであり、競技であり、ゲームなんですね。うん、で、あんまりね、堅苦しいことっていうのは言わないでおこうと思うんですけれども、まずね、これから始める人に対してもそうなんですけども、もうすでにやってる先輩、諸先輩方にね、ちょっと一つお願いがあるのは、気づいたことはね、その場でやっぱりね、伝えてほしいですね。うるさい先輩だなと思われたくないとか、嫌われて、あんなこと言われちゃったって嫌われたくないとかと思ってね、見て見ぬふりをして、野放しにね、ビギナーさんを悪気がないんですよ。分かればやるけど、分かってないからやってないだけの人が多いんで、まずやっぱり気がついたところは伝え方をね、うまく今度ね、そういう時ね、もし今日はいいけどコンペとかで知らない人と回った時にね、誤解されると困るから、こういう時はこうした方がいいんだよとかっていう風な伝え方で、やっぱりね、分かってる人が、始めてばかりのビギナーさんにはやっぱり教えてあげてほしいなというのが一つお願いです。なるほど。あとは実はね、一番大切なマナーと言われてるのがスロープレーにならないってことなんですよ。遅くなって後ろを詰まらせるってことがすごく迷惑なんで、素早くやっぱりラウンドをしてほしいんですね。なるほど。ということはどういうことかって言ったら、移動をね、やっぱり素早くしてほしいんで、スッて次のボールまで行って、で、当然クラブはやっぱり 2,3 本持っておいた方がいいでしょうね。うん、あ、違ったって言ってカートに取りに行くとその時間もロスなんで、そういったところは最初のうちはやっぱりちょっと駆け足ぐらい で打つときはちょっと呼吸整えてゆっくり打って、なるほど、という形でスロープレーにならないというのが一番のマナーですね。はい。その前にもっと大切なのは安全。お、安全が大事ですから、一番のマナー、ごめんなさい、前の組にボールを打ち込まないということ。はい。本当に危ないんですよ、ちっちゃいボールがガーンとか当たったらね、そうですね、大事故になりますから。あと隣のホールに曲がっちゃった場合にはフォアーっていうね、うん、前注意っていう意味なんですけども、フォアーって大きな声で注意を促すとか、こういったところができれば OK かな。はい。あとはね、ゴルフ場の命はグリーン上なんで、グリーン上はね、足を引きずらないと、そして走らない。で、間違ってもグリーン上でね、滑りなんかするとグニッグニッって、足元がねじれてね、傷がつきますから、グリーン上は丁寧に。はい。あとはね、ボールがドンと落ちるとピッチマークっていうんですけれども、ちょっとポコッとクレーターのように穴が開くんですね。それは専用のグリーンフォークっていうのがありますから、それで、まあ、直し方なんかもね、YouTube とかも出てますから。あ、そうそう、ゴルフのマナーみたいな YouTube もいっぱい出てますからね。あ、なるほど。そんなのも参考にするといいかもしれません。はい。じゃあ今日はこの後実際に行ってみて、はい、はい、少しそういったところも撮影できたと思ってますので、はい、よろしくお願いします。とにかくね、最初はやっぱり風景を楽しんだり、空気を楽しんだり、もう一発でもいいショットが出たら本当に喜んだり、そんな風にまずはね、楽しんでもらえたらいいなと思ってますし、はい、あと競技とかコンペでなければ最初のうちはね、あんまりバンカー出なかったらさすがにへこみますから、ちょっともうそれも今ルールであるのかな、2ペナルティ払って外に出せるとかね、
最初のうちはあんまりスコアスコアで数が正確かどうかっていうのはさすがに分からないんで、うんうん、そんな先輩もね今何度だろうなんて言いませんから、まあ、楽しく回ってゴルフって楽しいなと思っていただくことが一番願いですかね。かしこまりました。はい、はい、ではじゃあゴルフ場でもよろしくお願いします。はい、今日はいい天気で最高です。はい、ちなみに今年の打ち初めです。私はおー、はい、初めでも、はい、一打はどうなるか楽しみです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、ゴルフ場到着いたしました。はい、はい、今はまだスタート前のですね、練習グリーンなわけなんですけれども、まあ、パターンについて早速あったりしますか。はい、そうですね、まあ、ここでまあ練習するんですけれども、まあ、マナー的なところで言うとこの人のラインを踏まないっていうのがすごく大事になってくるんで、はい、例えばゴルフってこういうふうにマーキングするんですね。ここに自分のセカンドショットが止まりましたとしたら、はい、ここのボールの後ろにこのマークを置いて、はい、でこれをピックアップしてこれを拭いたりできるんですね。はい、で例えば、まあ、翔太郎くんのボールがこの辺にあったとするじゃないですか。はいはい、でその時にこの人のラインをこう踏まないように、なるほど、もうボールとカップの間を踏まないようにこう気をつけてあげるのがすごく大事になってくるんですね。はいはい、逆にここに次の人が打ったとしたら今度この人はこの人もラインも踏まないようにこの人のラインも踏まないように、うん、まあ、気をつけなきゃいけない。なるほど。そしてこれをマークするときにこのマークが次打つ人のライン上にかかった場合には、はい、まあ、基本的には打つ人が、まあ、1個2個1個右に動かしてくださいとかね、左に動かしてくださいって言ったらこのヘッド1個分を、まあ、こういう風に右に動かしてくださいって言ったら、まあ、こういう風にしてその人の打つライン上にならないようにね。なるほど。こういったこともゴルフの中では覚えておいてほしいことです。はい、わかりました。あとは、まあ、練習はその、まあ、入れるっていう目的じゃなくてその日のグリーンのコンディションを測るという目的なんですね。例えばこれだったら結構登ってます。はい、上りで向こうが高いんでこれはこういう風にね左に曲がっていくこれフックスラインということなんですけども、うん、どのくらいな重さ速さを、うん、確かめるためにここで練習します。まあボール2個ぐらい置いて、まあ、これだったらこう左に流れていく傾斜なんで右を向いて強さこのくらいかなっていう感じでポンポンという風にこうタッチを合わせていく。ああ、上出来ですね。ナイス。上りでこのぐらいなフックラインだなって、上りの重さこんぐらいかなって。その転がり具合とかを朝確認するみたいな。で、上りのスピードがこんぐらいと思ったら今度はこっちからすごい下りです。下りのライン。ああ、これは速そうだなとかね、本番を想定して、どのくらいかなっていうのを考えながら。このぐらいかな。うん。いや、ナイスタッチ。ちょっとフックラインでしたね。そしたらこのぐらいかな。っていうのをまあ朝掴んでおくとあいいですね。おお。こんな感じでまあその日のそのコースによってグリーンの状態、速さ、まあ芝の刈り方とかねコンパウンドって硬さとかが違いますから、なるべくゴルフ場には朝早めに到着して。こういったようにパッティングのグリーンのコンディションをチェックしたりその日の自分のストロークのね、癖とかを矯正したりとかね、そういうふうにしてスタートすると楽しい、快適なラウンドになるんじゃないかと思うんですね。なるほど。まあ、ことわざでドライバーイズショーパットイズマネーほう、お金を稼ぐにはパッティングだよと、うん、ドライバーはショータイムみたいなもんだよっていうね。うん、あとよく言うのがドライバーの250ヤードもあの一打も同じ一打。このパッティングというのは、まあ、ゴルフの醍醐味ですね。なるほど。はい、ということでスタートしていきたいと思います。お願いします。今日はね、ケンタロウくんと今カメラマンの翔太郎と今年初ラウンドということでね。はい、ケンタロウよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、ティーショットにやってまいりました。はい、1番ホールですね。はい、まあ
まあ、これはインスタートなんで10番ホールからスタートになるんですけれども、はい、あの必ず次に打つ人はね、こういうふうにもういつでもすぐ、ティーアップできるようにね、こういうふうにスタンバイしておいてください、うん、これがねやっぱり、まあ、ゴルフと仕事っていうのは一時が万事で似てて、やっぱりね、うん、段取りとか悪い人はねどんどん遅くて、まあもたもたするわけで、例えば前の人が打ちました、次は私だって思ったらもうこうやってセットしてたら楽じゃないですか。なるほど、ね、ティーとボールをで、あの辺打ちたいなと思ったところにこうティーを刺して、うん、でこの時のねティーの刺し方なんですけども、打ちたい打ち出したい方向になんかこういうね目印をね、うん、私今これを目印にしたんですけども、はい、この、まあ、ボーリングでいうスパットっていうのかな、これに対してこうセットすると、うん、こう合わせやすいじゃないですか。なるほど。このラインと足のラインが平行にね Z 平行になれば打ちたいところにもうまっすぐ構えてるっていう、そういうのも迷わずね、はい、そうしないと構えてからあれあれあれみたいなね、もうあらかじめ打ち出しの方向に目標をここね、はい、何でもいいんですよ、ゴミでもいいし、あの削れた後でもいいから決めて、そこに対して後方上にボールをセットする。でこのライン対この足のラインが Z、 要するに平行になればもう迷わずにまっすぐ構えてられる。素振りはねやっぱりね1回か2回ぐらいにしてください。素振りが多い人もねやっぱりちょっと嫌われるんで、こんなね1回、うん、まあ今朝1なんでねちょっと2回ぐらいやりますけど、こんな風にしてねスタートしていきます。はい、そうですね、あのこの T マークっていうのがあるんですけども、うん、T グランドにはこの延長線上よりもグリーンホールに近づかないところにセットするっていうのが、ルールです。でこれねちょっとでも先行きたいからって言ってね、この辺ギリギリとかね、うん、もうちょっと出ちゃう場合、これデベソって言われてるんですけど、うん、あの人ちょっとでも飛ばしたい、ちょっとせこい人なのかなって思われちゃうんで、余裕を持ってね50センチぐらいは後方にこれよりもね、セットするっていうのも、一つの所作になってきます。なるほど、はい、残り何ヤードですか？残り155ヤードです。お、ちょっとつま先上がりなんで左に出やすいんで少し右向きます。で軽くちょっと右だけどいいんじゃ、左だけどいいんじゃない？おーし、ほぼナイソン。はい、ありがとうございます。うっせー、ナイスショー、完璧。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか今日は。いやもう天気が最高で、暖かくてね、1月と思えないね。本当ですね、最高のコンディションでした。いやありがとうございました。また今度ですね、あの、まあ、大人なじみクラブで、はい、また、コンペとかですね、いいですね、やっていきたいと、はい、思いますので、はい、その時をまたお願いいたします。はい、もう最高のゴルフはね、自己啓発です。うん、どんな自己啓発セミナーにね、高額を払って参加するよりも、一日ね、このゴルフとしっかりね、取り組んだらですね、因果応報、作用、反作用、コミットからグリッドへというね、全ての要素がねゴルフに入っておりますので、ご一緒しましょう。はい、じゃあまたちょっと質問がありましたら、はい、ぜひ動画撮影させてもらえればと思います。はい、喜んでお待ちしてます。はい、お疲れ様でした。はい、今年もよろしく。